こんにちは。おせち料理の、まあ、シリーズみたいな感じで、何人かの人がやってるようですので、うちのお店は桜井は、栗きんとんを作ります。金っていう字に、団子の団ですね、書いてきんとんと言います。これはまあお金が貯まるとかっていうことの、まあ、祈願みたいなんですね。だからその次の年お正月からそういう縁起のいいものを食べて、で今年お金が入ってきたらいいなっていうことなので、金をあげたい人はぜひとも作っていただいて、たくさん食べていただいたらいいかなと思います。まず材料なんですけれども、さつまいも、今日は、ナルト金時を使います。まず薄く皮を剥いていただいて、でこれを芋類はね、ちょっとでんぷんが酸化しますので、一回水につけて、まあ、軽くアクを流してあげます。で、これをスライスして、まあ、火が通りやすくなるんでこの大きさはそんなにこう熱くしなくてもいいです。作業が早くなります。こういうでんぷんが、まあ、包丁についたりするんですけど、こういうものを、まあ、洗い流してあげるような感じですね。口なし、まあ、和食の場合は黄色い色出しするものは必ずこの口なしというものを使います。これを、まあ、乾物売ってるんでこれを割ってあげて、まあ、家になかったら、まあ、黄色い、色粉みたいなものを使ってもいいです。これをこうガーゼで切って、でお湯の中に入れます。しばらくすると発色してきます。黄色い色が出てきます。もうすぐこういう黄色い色が出てきます。ここに、まあ、軽く水でさらしたさつまいもを入れます。でこの状態で柔らかくなるまでさつまいもを茹でてあげます。だいたい20分経ちましたら竹串を刺してちょっと硬さを見てみます。まあ目安としてはこう刺して芋がこう持ち上がってこない状態、もうこう持ち上がらないぐらいの柔らかさ、これぐらい、ちょっと上がっても落ちるぐらいで、これぐらいで火が通ってます。でこれを火を止めてこのまま冷まします。で冷ましてからちょっと口なしの香りを取りたいので軽く水でさらして、でそれから裏ごしします。冷まして、で色が染み込んでから水でよくさらして、で水が澄むまでこうさらした状態です。これをザルに開けて水気を切って、でこれを裏ごしします。この時、また後で、練り込みますので、水分はそんなに気にしなくていいです。神経質に水気を切る必要もないです。まあ、こう、裏ごす作業が面倒でしたら、フードプロセッサーとか、ハンドミキサーなどで、潰していただいて大丈夫です。まあ、この時に、ちょっとした根っことか、剥き残した皮のが全部取れますので、非常に滑らかな感じになると思います。これ全部こう落としまして、こういう状態、まあ淡い綺麗な黄色になります。でこれを鍋に移して、お水、枠の下に分量が出ますね。出ます。はい。で、砂糖。で、ちょっとね、ツヤと独特な、甘さを出すために、まあ、糖類を分けて入れます。もう一個は水飴ですね。これがちょっと独特のツヤと食感を、そして甘さを生み出すので、まあ、お砂糖だけよりも
もうちょっと柔らかい甘さと、ツヤが出るんですね。そして、なんとも言えない粘りがあるので、まあ、使う前にちょっと温めておいた方がいいかもしれないですね。こういう状態です。でこれを、軽く練り込みます。まあ、この状態でも全然食べれるんですけど、まあ、一応おせち料理で保存食なので、まあ、ある程度水分飛ばしておくと日持ちもしっかりします。昔ながらのやり方しかでやってますけど、ここにまあフルーツ入れたりしても全然美味しいですし、ちょっとね、意外な組み合わせがあっても面白いかなと思うんですけど、こう、あの鍋底の上で栗がこう滑るような状態です。この状態でしばらく練ってあげます。これぐらいですね。あの、まあ、完全に温まってちょっと湯気が出てきて、で水分が少し飛ぶ状態、これぐらいまで練っておくと日持ちがしっかりします。まあ、栗きんとんですので栗入れます。今日はあの市販の蜜煮の栗ですね。これをまあ4つぐらいに切ります。これをあの温かいうちにも入れてしまいます。でよく混ぜて、でこれをバットに広げて、まあ、あのこの季節も寒いですから、暖房の効いてない部屋にも置いといたら勝手に冷めると思います。広げた方が早く冷めます。でこの状態で、もう冷めるまで部屋で放置して、で粗熱が取れて冷えてきたらタッパーかなんかに移して、でそのまま保存していただいたらいつでも食べれると思います。まず一回しっかり冷まして、で盛り付けます。金とちょっと金運が上がるように金の器と金のスプーンで盛り付けていきます。上にちょっとハリウッドのステ香りをアクセントにしてます。金で揃えたような感じになってますね。お正月からちょっと縁起のいい食べ物を食べて、ぜひ家庭でも試してみてください。子持ち昆布の、奈良漬けにします。まあ子持ち昆布は普通塩抜きして、でお酒で作るだしにつけるんですけど、お酒をこうアルコール飛ばして握ったお酒に追いがつお、かつお節入れて、それを絞ってから醤油を足して、でそれにこう漬け込むのが普通です。で今回は塩抜きした子持ち昆布を、奈良床っていうその酒粕を使った、味噌のようなものに漬け込みます。子持ち昆布ですね。これ塩漬けになってますので、かなり塩辛いです。これをまあ、5ミリ幅ぐらいにカットしていきます。で真水に、少しだけ塩入れます。まあ予備塩とかって言い方してますけど、ちょっとこの方が早く戻るんですね。で入れて、数の子はね、ものすごい時間かかるんですけど、子持ち昆布はすぐ塩抜きができます。でこれをまあ、1時間か1時間半か2時間ぐらいの間でどれぐらい抜けてるかなっていうのをちょっとこう端を切って食べてみて、でちょうどいい抜け具合になったら、奈良床につけていきますので、塩抜きができました。
これをさらに開けまして、布巾でしっかり水を切ります。まあ、乾かすような感じで置いておいてください。で、7度こう合わせますね。まず酒粕、これはちょっと常温で、しばらく、まあ、1月ぐらいですかね、置いといて、で熟成した感じが、まあ普通の酒粕は真っ白なんですけど、こういう風に少し熟成させて色をつけたものを使います。で硬さもね、柔らかくなってますね。まあ常温でしばらく置いといたらこんな感じになります。まあ1ヶ月か2ヶ月ぐらいですね。で今度白味噌ですね。白味噌と合わせます。まあ硬いもんから順番に合わせていくというのが定番の合わせ方です。固体と液体があったらまず固体からです。でそこにお砂糖、でここに薄く醤油を少しずつ入れて伸ばしていきます。まあ1日ぐらいで漬かりますので、非常にこう風味が変わって、いつも食べてるものと味の変化が出ますので、お酒のあてになりますね。こう合わせます。で合わせましたら、これをバットに広げます。まあ薄く伸ばしていただいたいです。でこの上にガーゼを引きます。小餅昆布、血を抜きした小餅昆布を並べていきます。でさらにガーゼをかぶせて、でこの上に残りのカス床をかぶせます。また上からこう塗るような感じで挟みます。この状態で、一晩ぐらい置くと味が馴染んでもう食べれます。で、これは1回目で、で、2回目にまた使いたいなって時は、その一晩をもうちょっと時間延ばす。前の日の朝に漬けたら、翌日の朝には使ってると。まあ1日。で、またもう1回使う時は、さらにもう半日ぐらい延ばしていただいたら、まあ、3、4回は使えますので、特に小餅、昆布とかでしたら水分が出ないので、非常に何回も使います。でお肉とか魚の場合は、まあ、2回か3回ぐらい使います。で味が染まってきたら、ちょっとこう砂糖とか醤油足していただいてもいいですし、何度か使いますので、ぜひ一度合わせてみて、で魚をつけて焼いたり、お肉をつけて焼いたりとかっていうのをぜひ試してみてください。つけといて、実際こう1日つけました。でこの外します。そこからお肉とか魚って1週間持ちます。で小餅昆布の場合はもっと持ちますね。2週間ぐらいは持つと思います。はい、一晩経ちました。で一晩経つとこういう感じにちょっと色がついて、で、味もしっかりついてます、ね、この状態になってこれをこう引き出して置いとくと、まあこの状態でもこの引き出したものであっても、まあ、2週間ぐらい持つと思います。盛り付けはシンプルですね。もうこのままただ置くだけなんで、
感じで、まあコロナ禍でなかなか外出もできないでしょうから、まあこういうものを家で作って、でお家の時間をちょっと楽しんでいただいたらいいかなと思います。まあお酒にすごく合いますので、日本酒を缶につけて一緒に合わせていただいたら、もう果てしなく食べると思いますから、ぜひ家庭でもお試しください。